お疲れ様でした。お疲れ様です。亀田選手です。日本インカレの男子1万メートル行われまして、亀田選手なんですけど28分49秒で4位、これ日本人トップということで素晴らしい成果を残されました。おめでとうございます。ありがとうございます。まずどうですか、日本人トップ取れました。そうですね、やはり嬉しいという気持ちが、まあ、一番にあって、あとはまあ少しほっとしたというか安心感もあるような状態です、うんうん。でこの実際その今日の1万メートルでこうどういう目標というか、関西記録を破るというような話もちょっと聞いてましたけども、どういうふうにこう今日入ろうと。そうですね、まあ、関西記録っていうのも、うん、そのやはり考えながら走ったっていうのと、やはり一番は日本人トップっていうところを、まあ、狙って走りました、うん。でまあ、スタートからあの留学生が飛び出した形になったんですけど、一緒についていきましたよね。もうスタートからどんどん行こうという感じだったんですか。そうですね、再スタートになってしまって、で1度目のスタートの時に、まあ、留学生が飛び出していて、まあ、これはもう手の内が見えたというか、まあ、ここそこで、まあ、留学生がこれは引っ張ってくれるなっていうふうに思っていて、うん、でまあ、普通に前に出るのかなと思っていたんですけど、まあ、なかなか牽制している状況だったので、まあ、そこを見た上で、まあ、2回目のスタートの時に、まあ、自分はもう迷わずに留学生の方についていこうという思いで走りました、うん。なるほど。でそれから 2000m までだいたい2分、47とか48とか、まあ、その辺で、まあ、少し若干 早めのスタートだったんですけども、 3000m ちょっと落ちましたよね、スピードが。そこからですよね、亀田選手7番手ぐらいに一旦下がってというレースになりましたけども、このあたりというのはやっぱちょっと早すぎ、どういう風な形で。そうですね、やはりハイペースであったり、うん、まあ、このような気象コンディションで、うん、まあ、かなり、まあ、きつくなってしまった部分はあったんですけど、まあ、そこから、まあ、崩すのではなく、まあ、余裕を持って後ろに下がることができたっていうところで、まあ、自分のレースにそこから持ち込むことができたかなと思います、うん。でまあ、先頭集団のこう後ろながらもこう粘ってましたよね、はい。あそこはやっぱり離れたらきつくなるということで、やっぱちょっと少しこう気持ちを入れたというか、どうだったんですか。そうですね、ちょうどきつくなってしまった時に、うんうんうん、まあ、監督コーチが前に行くようにというふうに言っていたので、まあ、それを思い出して、まあ、しっかりここがまあその言われていたポイントだなというふうに思って、うん、まあ、ここで離れていてはやはり日本人一番にはなれないなと思って、うん、しっかり粘りました。なるほど。で、まあ、力のあった、まあ、順天堂大学の湯田選手が、ちょうど前にいてというところ、そこをかなりこう後ろについてしばらく続きましたけども、あの辺というので少しちょっと呼吸を整えてというか、どうだったんですか。そうですね、まあ、やはりそこで、まあ、自分のペースに持ち込んで、うん、まあ、ここで自分のその流れに持ち込んでやろうというふうな形で、うん、まあ、しっかり整えて、うん、まあ、ラストをまあ、ラスト2000からならいけると思っていたので、うん、ラスト2000まで、はい、そういう形で貯めてと、はい、まあ、おっしゃる通り本当 8000m 超えたところから飛び出しました。これはもう次行こうと。そうですね、まあ、かなりゆっくり上げていくと楽な部分はあるんですけど、うん、まあ、ここはもう迷えばまあついてきてしまうというのもあったので、うん、まあ、迷わずにもう心に決めて、まあ、その走抜けようという思いで走りました。じゃあもう中途半端なことはせず、もう思い切って出るな出ると。はい。そうするとまたこう今度は日本人トップの中村選手、青山学院大学見えてきました。これも早めに追いつこうと。そうですね、まあ、2000m から仕掛けることができれば、まあ、ラスト1周になるまでには絶対に追いつくというふうには、まあ、その、まあ、自分の中であったので、うん、まあ、その、まあ、想像通りのレース展開になって、まあ、ラスト1周で、まあ、しっかりその勝ち切るという方に持ち込むことができてよかったなと思います、うん。でも最後の1周よくこうスプリント残ってましたね、力。そうですね、やはり後ろについていて、うん、もうここはラスト自分のレースに持ち込まないとなというふうに思っていたので、うん、まあ、しっかり勝ち切ろうという思いで、うん、もう正直その足は残ってなかったんですけど、もう気持ちで押し切りました。で相手のこう中村選手、あの、まあ、箱根駅伝の9区で区間記録を持っている選手なんですけども、いや結構スタミナもあるというところで、よくそこの最後で勝ち切りましたよね。そうですね、まあ、かなり実力はある選手で、まあ、実力差はあるかなとは思うんですけど、まあ、自分自身もかなり夏いい練習ができていて、うん、まあ、そこに劣らないような力はついてきているかなと思っていたので、まあ、自信持って走ることができました。なるほど。で、まあ、でちょっとこう見るとこう少しまたさらに絞れてきたかなっていう、こう印象はあったんですけども、いかがですか、その体重とか結構減ったというような話も。そうですね、はい、昨シーズンかなりその状態が悪い状態になってしまっていて、うん、まあ、原因としてかなり体重が増えてしまったり、うん、まあ、その生活の乱れが少し出てしまうところあったので、まあ、そこをまあしっかり自分を律して頑張ろうというふうに思って、うんうん、まあ、ここの秋しっかり戦えるような体を作ってきました。なるほど。でね、まあ、今日もそうですけど、本当関東のトップ勢が出てくる中で、関西大学でこう
一番トップを取った、どんな気持ちでした？そうですね、やはりその関西大学としてここで日本人一番取るっていうのは、うん、やはり価値のあることだと思うので、まあ、しっかりそこを達成することができて、まあ、その自分自身今回達成することができたので、まあ、これ以降の後輩であったりとか、うん、まあ、次の世代の選手たちがもう関西大学で結果を残そうというふうに思ってもらえればなと思ってます。うん、なるほど。でね、まあ、次となる、まあ、出雲駅伝という駅伝シーズンに入ってくるのかなと思いますけども、やっぱ今日の一つのこう自信をさらにというところはあると思いますけど、どうですか？そうですね、まあ、今回は、まあ、惜しくも日本人一番というところで、まあ、全体としては4番だったんですけど、まあ、そこを改善していって、まあ、その出雲駅伝ではその留学生にも負けないような走りをしたいなと思ってます。うんうん、で今日ぶっちゃけそのちょっと留学生にもいけるんじゃないかな、そこまで差はなかったと思うんですけど、そういう感じたところってあります？なんか日本人トップを狙うのか全体トップを狙うのかみたいな、その辺の葛藤は？そうですね、まあ、やはりそこら辺の葛藤はあったんですけど、まあ、まずは一つ一つステップを踏んでいくっていうところで、うん、まずは日本人一番をやっぱり取らないと、まあ、その、まあ、次につながってこないかなというふうに思っていたので、うん、まあ、しっかり次は留学生と戦おうっていうその気持ちの面で、まあ、得られるものが多かったので、まあ、次に生かしていきたいなと思います。なるほど、わかりました。じゃあ、まあ、次の出雲駅伝どういう走りを全国の皆さんに、もう名前覚えられました多分、どうですか？そうですね、やはりもう日本人トップとは言わずに、もう留学生も含めて、まあ、大学生トップ、まあ、それ以上の、まあ、日本トップっていうところを、まあ、目指して頑張っていきたいなと思っているので、まずは出雲駅伝で、まあ、区間賞を取って、まあ、チームを引っ張っていきたいなと思います。お疲れ様でした。ありがとうございました。女子 1500m に出場したキルグリ選手です。決勝行われまして、10位ということで、4分29秒01ということで、惜しくも入賞はならなかったんですけども、どうですか今日2レース予選と振り返って？予選はなんとかプラス6の6番目で拾われたということで、もう決勝はやっぱ、まあ、何番で通過しても入賞っていうふうに監督とも話してたので、まあ、10番っていう悔しい結果に終わってしまって、うん、ちょっと残念です。うん、で、まあ、ちょっと予選なんですけども、今日今朝行われまして、1組走りで、4着と4分20秒13と、このレースというのはどうですか、予選、まあ、一発目というところだったんですけど。ちょっと2週間前に体調ずっと崩していて、2週間前にやっと復帰して練習を再開し始めたところだったので、うん、まあ、練習内容的には、まあ、ちょっとあんまり自信もなくて、での走り始めてスタートラインに立った感じだったんですけど、まあ、予選は、まあ、4着ではあったんですけど、自分が思ってたよりも、まあ、なんとか動かすことができたので、まあ、それは決勝に向けていいイメージになったかなとは思いました。うん、で、まあ、3着プラス6で、というところだったんですけども、タイムで上位6名とギリギリで通りました。その時の気持ち、去年は、ね、ちょっと、予選敗退してしまったというところだったんですけど、一つの目標だったと思います。どうですか？2組目が終わった時点で自分はプラス6で、2組目がもう5人決まってるって感じだったので、まあ、ちょっと正直3組目もあるって中で厳しいかなっていうふうには思ったんですけど、まあ、なんとかその6番目で残ることができて、まあ、去年よりそこは一歩進歩したっていうところで、うんうんうん、そこはすごい嬉しかったです。なるほど。で、まあ、タイムで拾われて、まあ、決勝の舞台に立ちましたけども、どうでした？インカレの決勝っていうのは。なんか悔しかったんですけど、今自分の練習内容とかからして、まあ出し切って、うん、まあ、力不足で負けた感じの方が強くて、うん、まあ、後悔はまあないで、とりあえず出し切、今の自分は出し切れたかなと思って、うん、なるほど。で、決勝のレース振り返ると、まあ、400m が1分09ということで、まあ、そんなに、まあ、どっちかというとスローなペースなのかなという感じしたんですけども、桐生選手どっちかというとこう後ろの方でレースとなりました。どういう、こう形でこう考えてましたレース？どんなペースであっても、まあ、監督とはもうためて最後線からやっぱ上がるから、まあ、そこで速いペースであってもちゃんと余裕を持って周りを見て、でスパートをかけるところでやっぱすごい、あっちはその爆発的なスピードがない分、うん、やっぱりラストの100とかで、あ、まあ、競り負けてしまうっていうレースが多いので、まあ、その勝負かかった時にやっぱちゃんとそこで前出れるようにってことで、まあ、レースを進めていきました。なるほど。ということはこう後ろの方からある意味その
全選手をこう見渡せるような、あえてそういうポジショニングというような答えだったんですか。自分的には、はい、やっぱ それプラスやっぱその練習が詰めてなかった分、うん、ちょっと自信もなくて、なんか変にその外で力を使うよりかは、うん、やっぱそこで溜めた方がいいかなっていうふうには思って走りました。なるほど、わかりました。で、まあ、ラスト400というところあったんですけども、結構まあペースが上がって、あの辺りでのこうなんとかついていこうという気持ちは見えたんですけど、いかがでした。いやー、もうしんどくて、やっぱラスト1周の鐘が鳴った時にもうバッて前と2つに分かれてしまって、うん、で、まあ、そこからのその8番狙いっていうところもやっぱ全然タイムを見てもやっぱ1秒以上違うので、うん、まあ、そこはもう全然及ばなかったなって感じで。なるほど。で、まあ、昨年は、まあ予選敗退、今回は決勝の舞台に立てました。この1年間でこう一番自分が成長したところ、まあ、本調子ではなかったとはいえ決勝に残れる力はついてきたと思いますけど、いかがですか。そうですね、やっぱその去年の全カレーでその悔しい思いをした分、この1年間今年はやっぱ決勝に残るっていうのプラス、やっぱその去年は自分だけが出させてもらったんですけど、まあ、しっかり今年は A 標準も切って、木下先輩とも一緒に出ることを一つの目標にやっぱり1年間頑張ってきたので、まあ、その最低目標はとりあえず達成できたかなと思います。なるほど、わかりました。で、ね、まあ、次は、一つの大きなイベントとしては、関西学生女子駅伝が23日か行われますけども、やっぱり駅伝シーズンというのもね、いよいよ突入してくるのかなと思いますけど、まあ、次戦に向けてということで最後お願いします。はい、やっぱりまだ正直自分がその自信を持ってスタートラインに立てる練習がまだ詰めていないので、ここからあと2週間ちょうどにはなるんですけど、チームに貢献できる走りをできるように1回1回のポイントを大切にしながら頑張っていきたいと思います。お疲れ様でした。ありがとうございました。